音楽取調べ係音楽取調べ係は1879年から1887年までに存在した文部省所属の音楽教育機関である。一時は音楽取調べ所とも言われた。学校における音楽教育の研究のために1879年に設立され、1887年に東京音楽学校に発展的解消した。 明治新政府は1872年の大上官布告で学生を発表した。この中には小中学校の音楽教育のことも規定されていたが、具体的には何の研究も準備もできておらず、小科、総学の2科目については当分これを決句とされていた。1878年に伊沢修二と目形種太郎が音楽教育に関する 意見書を文部大輔に提出し、1879年10月7日に政府は音楽教育の調査と研究のため音楽取調べ係を開設、伊沢が担当官の任に就いた。伊沢は1875年から1878年まで市販学校の教育の調査のために高根秀夫、高津千三郎らと共にアメリカ合衆国に留学し、 マサチューセッツ州ブリッジウォーター市販学校に入学した。伊沢はここで優秀な成績を収めたが、消化だけが苦手であった。日本人であるため消化の未免除しようという校長の申し出を断り、ボストンの音楽教育課であるルーサー・アホワイティング・メイソンのもとに通い消化を得意とすることとなった。音楽取り調べ係には、過密のほか、山勢松陰 内田八一、芝藤恒、上井真行などが参加している。また、岡倉角蔵も、最初期に御用係の任についていたが、伊沢との確執などもあり、専門学務局に転属している。伊沢は、1880年3月2日に、合衆国から名村を招いた。名尊は1882年7月に帰国するまで、西洋音楽の日本への移入を指導した。 小学小科集の編纂にも関わった。メイソンの後任はしばらく空席であったが、海軍軍学隊教師として1879年より、来日していたプロイセン王国のフランツ・エッケルトが1883年2月から1886年3月まで、オランダ出身のギヨーム・ソーブレーが1886年4月から、 東京音楽学校に開祖後の1889年1月まで指導を行った。明治の初め、日本の音楽教育については、西洋音楽を日本に移植してそれのみを教育する、日本固有の音楽を育成発展させる、西洋音楽と東洋音楽の接中の3つの意見があった。伊沢は接中案を取り、その実現のための準備事業として、 東西の音楽を接注した新曲の作曲、将来の国学を起こすべき人物を育成するための教育、小学校に音楽を実施し、その適否を確かめるための実験の3つを挙げた。そのため、洋楽、雅楽、俗学、神学の調査研究を行い、それらを全て御先父に財布すべきものとした。この研究は、日本の音楽が野蛮で劣るものとされた当時において、 西洋音楽の磁気輸入により、日本音楽が抹殺されるのを危惧し、特に日本の音楽と西洋の音楽に違いのないことを証明するのが目的であったと言われている。音楽取り調べ係では、音楽教員の要請や、学校教育用の楽器の検討も行っていた。そして、日本音楽の教育には、ことが、西洋音楽の教育にはオルガンがそれぞれ適しているとの結論に達した。 また、日本音楽は火星を持たないこと、師匠がインコビなものが多いのでそれを改良すべきとし、総局、長歌の改良を提唱した。このうち総局については、実際に改良が行われた。1885年2月9日の文部省における、曲科係の改正により、音楽取調べ書と改称される。同時に、本郷から上野公園博物館隣に移転した。 12月に、再び音楽取り調べ係と解消し、大臣官房付属となった。1885年7月20日、音楽取り調べ所、第1回卒業演習会があり、前科卒業生、高田延、部、東山講師、市川道の3人、ウェーバーのポラッカプリランテ、舞踏への勧誘などを演奏した。1887年2月19日、第2回があり、 卒業生一同、ベートーベン第一公共曲の一部を演奏した。1886年、伊沢は同僚らと共に、文部大臣、森有則宛てに、音楽学校設立の疑似府県議を提出。11月に、矢田部良吉、富山正一らと提出した。これを受けて、音楽取調べ係は、翌1887年10月5日に、 東京音楽学校として開祖され、校長に文部省編集長伊沢が任命された。開校式には山勢商院の都の春が演奏された。A.B. 馬場県明治初期における音楽教育の展望、伊沢修二と音楽取調べ係を中心に哲学五十三。慶応義塾大学、1968、A.B.C. 吉川栄氏、日本音楽の歴史創原者。 1965年。ISBN 9兆7844億2270万38。中村1993。ピアニッシモ717、749から751。文部省音楽取調べ係を改めて、音楽取調べ書と称す。公文類時明治18年2月9日。遠藤博史明治音楽志向。遠藤博史明治音楽志向。 ありがとうございます。